はい、岩見沢の郷土資料館に保存されているデコイチ297です。あそこがちゃんと警戒色に塗装されています。え？いや、同じだよ。あら、ちゃんと鳴ってるわ。タブレットキャッチャーも、あら、ちゃんと表記も残ってる。なんか中もね、いや、割とちゃんと保存されてるわ。ポイントの点鉄機もある。ああ、デコ1297、大したもんだ。立派立派。いや、ここはちゃんとしてるわ。なんかそこにもある。ん？いろんな。あれは信号機。あ、永遠の22歳。ラーメン食べたから機嫌いい。はい、芦別市立病院でラーメンとライスの大盛りを食べたなっちゃん元気になりました。さっきは、さっきまでは、さっきまではムスッとしてました。デコイチ、297号機、これも富良野と同じ川崎車両です。スイタからくっちゃん、ああ、昔の蒸気機関車。あれは標識付き点鉄機。ああ、あれもある。腕木式信号機、ああ、あるね。ポイント結構あります。どうでもいいなっちゃうんです。何どうでもいいな、どうでもいいなっちゃう。綺麗、白樺とよく合ってるね。屋根あるとやっぱり綺麗だよな。結構きちんと保存されていて、あードームのあのハンドルが珍しいな。あああら、いい具合にペンキ剥がれて、あのまま磨きたいな。車輪が錆びてるとこがいいね。ケーキもきちんとしてそう。ん？結構きれいな状態で保存されてます。ん？これが固まりついた。ああ、メーターもついてるようでござる。ああ、ああいうコードね、ああいうコードもちゃんと残ってるね。ここのは綺麗だわ。はい、ガサ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 なっちゃう。何やってたの？これ大きい。はい、デコイチ297号機でした。